本日はですね、森田様の方には、いろいろとこうエンジェル投資をしていくときに、どういった基準で実際のこうスタートアップを見てどういう場合にこう投資をしていくのかとか、そういうようなところをお伺いしていければなと思っておりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速なんですが、エンジェル投資家としてのスタンスというところで、森田様のこう投資実績や投資希望、まあ、大体どれぐらいからやるとかっていうところがあれば、はい、お伺いできればなと思っております。もともと保険会社とかいろんな債保険会社とか金融の方に長くいましたので、あんまり実は投資というのはやってないんですね。個別銘柄を見ますと、マネライフ生命というのは上場会社でございますし、日本では上場している生命、ニューヨークというのはいろんなところで上場しています、特に機密情報をかなり知る立場にあったものですから、株投資は基本的にはやらないという、個別銘柄はやっておりません。本当にやってきませんでした。ですから私がどちらかというと本格的にそういうものをやり始めたというのは、まあ、ここ何年かで始めているということだと思います。で、そうですね、ここでのクラウドキャピタルさんを通してですね、やってるのが今多分70ぐらいの案件が多分いろいろご紹介されてるんだと思うんですけど、多分クラウドキャピタルさんを通してやったのは10前後でしたかね。前後というのはよくわからないのは、ここ何日もバカバカといっぱいしてですね、自分でどれをやろうかなと思って、実は率直に言うとどれやったかよく覚えてないのもあるんで、その場のほぼ勘でやってますんで、やっても、それからあと、まあ、お金を振り込む払い込みの期日までちょっと9日でしたっけ、9日とか10日空いてたりして、ですからその間にてっきり忘れちゃったりするのもありましてですね、で10前後というのが、まあ、クラウドキャピタルさんに通してやってるところですかね。その他にはですね、まあ、あと知人の会社であるとか、まあ、同じように若手の経営者の方たちがやってるものを感じして、私は、まあ、ここにもひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、東門会バスターと出てましたけど、ファイナンス東門会の方でいろいろな運営の幹事のところがあるんですけど、そこに結構若手の方が来られてですね、起業したりとかですから、その方たちからご依頼を受けて多少なりともお手伝いしているのが3つか4つぐらいですかね。そういう意味で言いますと、まあ、全部で13、4、5ぐらいあるんですけども、違うのは基本的にはクラウドさんの場合はクラウドキャピタル JCG さんの場合は最高50万でしたっけ。はい、個別でお願いされる分については大から小まで切り混じっておりますので、そっちの方がどっちかというと真剣にレビューはしているかもしれません。はい、投資としてはこういうところがある、そういうのはあったりしますか、業種とか。ですね、業種はですね、はい、特に自分でこだわってるつもりはないんですけれども、どうしても保険会社にいましたので、ずっとほとんど保険会社だったんですから、金融系のもの、いわゆる今流行りの言葉ですとフィンテックと言われるものがまずあります。どうしてもそこにやろうとしていることがよく分かるとか、それから今こういうことが進んでいくであろう、今後こういうことが進んでいくであろうという自分が投資家というもどちらかというとユーザーなりなんなりの立場として分かるので、そこが多くなります。それと私の場合は、まあ、債保険にも言いましたけども、生命保険が長いものですから、生命保険が長いとどうしても今流行るんだとバイオ系とかウェルネス系だとか、そういった健康に関するもの、それから医療系ですよね、こういう医療があったらいいな、そういうものがどうしても多くはあります。この頃だんだん増えてきているのは、増えてきているというと変なんですけど、今、まあ、私も経済同友会の端くれにいさせていただいているんですが、そうしますと、よその業種の偉い方にたくさんお会いするんですね、いろんな方に。その方々のお話を聞いて、個別銘柄はほとんど上場してる会社なんで、個別銘柄言うとあれなんですけれども、そういう方たちから、ね、いろんなお話を、ある意味ではインサイダーとはいかないですけど、今こういうことをやろうとしてるんですよと、普通の IR 情報じゃなかなかお目にかかれないような秘密ではないんですけど、一生懸命探せば出てくるんですけども、そういうものをその経営者の方がですと対談していると、まあ、いろいろ対談というかお話をしているとちょろっと出てくるんですね。でヒントが結びついて、あ、そうか、こういう素材産業って面白いんだなとかっていうようなことが出てきて、だんだんそのフィンテックから始まって、バイオケミカルだなとかって医療系のものから少しずつ今はもうちょっと違う方向、幅を広げようかなとは思っています。ありがとうございます。じゃあここに日本にエンジェル投資家が必要な理由とあるんで
ですか。まずそうですね、必要な理由っていうのは、まあ、これいろんなところこれから後でしばらくお話しするんだと思うんですけども、日本経済20年停滞してる、30年停滞してる、平成30年からずっと停滞の時代だとかって言われて、多分私のサラリーマン人生ってほぼそれと被っているんですね。残念ながらバブルの頃は比較的入社あれしたんであんまりいい目も見なかったですし、それとほぼ被っています。で、一ついろんなことがあるんですけど、保険会社に勤めて金融投機関投資家としての立場からもそうなんですけども、やはりこの30年間見てるとリスク取らなくなってしまって、でリスク取らなくて、それに日本のなんていうんですかね、日本人の特性的なものが重なってですね、だん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 みんなリスクは嫌だよな、損するよなみたいな。で、投資ってなると、投資って言葉が大体いけない言葉なんですけども、なんかリスクテイクみたいなイメージがあるんですね。そのおかげによってどん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 縮小しているというのが私の印象ですね。で、そういうこともあって、これからやっぱり、なぜ必要ですかと、大きなもの小さなものいろいろあるとは思うんですけども、やはりみんながもう少し一歩抜け出して次に挑戦しなきゃいけないんだろうなというのが私の基本的な考え方です。で、ただ一方でね、頼もしいのは、まあ、こちらにある JCC さんもそうですし、皆さんたちもそうだと思うんですが、若手の方たち見ていると、今日の中にもプレジデントが何かも出てましたけども、だんだんこの辺で勤めてる若手の人は全然自分の将来は気にしてない気、心配してない、ネットワークがあって仲間があって一つの職業にこだわるわけでもなく、自分のやりたいことをこうやってやっていくというのが出てきて、そこから少しずつリスクテイクが出てきているのかなと思います。それが今の会社で、私がそのファイナンシャルプランニングだ、金融だ、リスクテイクだというのをね、もう少しちゃんと小さい時から教えなきゃいけないのかなというのが私の基本的な考え。で、じゃあエンジェル投資家って何ですかってなると、別にドネーションしてるわけじゃないんで、寄付してるわけでもないんですけれども、ただ一方でやはりそうやってリスクを取りながら、やはり一緒に成長していくということができればいいなと。やっぱり成長を、この年になってくると成長を見てみたいというのが変なんですけども、一方で私もやっぱりワクワクしたいんですね、この年になっても。一緒にワクワクしたいと。このワクワクっていうのが私が企業の、それなりのポジションをやってる時からずっと社内ベンチャーは山のように見てきてるんですけども、社内ベンチャーだったら社内のプロジェクトを選ぶのとほぼ私の選択肢は一緒だと思っています。で、必ずしもビジネスで成功すると分かってるからみんなやるに決まってるんで、そんなのはやらないんですけども、その中でどういうリスクがあって自分でリスクがコントロールできるかどうか、コントロールできるというか分かるかどうかですかね、その分かるかどうか、そしてそれに対するリターンがどれぐらいなのか、強いて言うと社内でやるのと、それからこのエンジェルでやるのとなると、その振れ幅が社内の方が少し小さいですかね、社内のプロジェクトの方がですね、というのは自分の金じゃないんで、会社の金なんで、社内の幅がどうしても大胆に行く時もあるんですけども、基本的には小さい。エンジェル投資によってやっぱり自分の身銭ですので、最終的には極論を言うとなくなってもしょうがないなとは思ってるんですが、さらさりながらやっぱり一緒に成長したいですし、でね、上場するとそれこそ30倍40倍という例もありますけれども、でもやっぱりその一緒にワクワクできるようなものを一緒に探していくのがいいなと思います。ありがとうございます。じゃあ自身 JCC でこうエンジェル投資家こんな人が多いとか、そうですね、またエンジェル投資家の必要性については後半ちょっと簡単に触れさせていただきたいと思うんですが、まさに今ですね、こう日本のブームメントの一つとしてベンチャー出資額っていうところが、リーマンショック以降ようやくこう伸びてきているという実態があります。で、その大きいこうブームメントの中ですと、やはりこう旧態の業態からこうトランスフォームといいますか、新しい業態に切り替わっていきたいというところと、やはりこう国内だけでの成長はもう、こう難しいんじゃないかというところで、海外にいち早くですね展開するために、大きなリスクマネーの供給が今非上場企業が求めているという実態があります。ですので、そうしたですね、こう今後未来をですね新しく作っていく、企業を、選ぶっていう意味合いでも、こうエンジェル投資っていうところは初期のフェーズでは必ず必要なお金になりますので、そうしたところでエンジェル投資家様がこう存在してくださっている意義っていうのがあるのかなと考えております。では実際にこう森田様の方でもこうエンジェル投資する際のこう見極めポイントっていうのを、
ビジョンなりこう財務なりこうビジネスモデルさっきのワクワク感みたいなのもあると思いますけど。そうですね、私一応あの保険会社でアクシャリーファイナンスの専門家なもんですから一応数字は見ます。数字は見ますけども逆に言うと数字は嘘をつくってもよく知ってるんでそれだけをあのベタに信じるわけではないんですけども数字も見て一応リーズナブルにちゃんとやるといけないんですがあのすごく端的に言ってしまうとどの企業この、クラウドキャピタルさんもそうですけど月に1遍か2個か3個ってどんどん出てくるの で一番私が気にして見てるのはあのリーダーシップというか起業する人が何を考えてるのかなとかどうしても文章になっているものなので分かりやすいものと分かりにくいものあるいは文章なんで極論言うとごまかせちゃうものっていうのもあるわけですよね。ですから、まあ、こちらのクラウドキャプチャーさんなんかとあのビデオで配信されたりとかしてそういうのは極力見るようにしています。でまずそういう方たちが、まあ、一人で本当にやれることが全部やれることなのかあるいはどこまでその経営者の方っていうのかなリーダーの方たちをサポートする仲間っていうんですか、一人じゃなかなかこれからすごいスピードで特にこれが私が一番感じているのはスピード感がすごく重要だと思っているんですがどんなに優秀な例えば今スティーブ・ジョブズが今の時代にいてもですね一人でやるのは多分できないことって山のようにと思うんですね。まあそこはやっぱりいろんな才能の方がいてそのまあもう十何年20年近く前の話ですけども、まあ、やっぱりいろんな方がいたとそうするとやはりそれをサポートする軍団とではどれぐらいいらっしゃるのかなというのは興味を持って見ています。ただまあベンチャーの場合だとねなかなかあのそれが分かりにくいというのがあるんですけどもどうしても発信される方が社長さんなり CEO とかなり一人になってしまうんですがそこはなんとかね理解をしようとで最終的にどうしてですかって言った時にすごく端的に言ってしまうと勘です勘です、まあ、もう一つはこの企業をこの事業なりこの企業を一緒にやることによって自分もその一緒にワクワクできるかなというのがこの先ほども言いましたけど私の原理になります。これをやって自分も興奮するんだろうかダメな時でもがっかりするというのは期待してるし興奮したいからがっかりするね。ですからその時でもなんか一緒に何かいいあの考えられるんだろうそれを私の基本的には原点になっています。ですからあの、ね、騙されちゃう騙すような方も中にはだん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 これからベッチャーとあのいらっしゃるんですけどもあのそういうものにはなる多分引っかからないとは思ってはいるんですが基本的には、まあ、サラリーマン30年でやってますので人を見る目だけはあると思っているのでその人を見てですからあの先ほど言った友人だとかになるとそこと付き合ってこの人は極論とお断りすることも山のように君信用できないからってあのお友達として遊んでるのはいいんだけれどもお前これやると多分失敗するっていうこともあります。それもやりながらその中でやっぱり信頼自分で信頼できる方一緒にワクワクできる方一緒にやっていきたいなと思っています。あとはその、まあ、ビジネスモデル的な部分とかもあるとは思うんですけどなんかそうその会社がやろうとしているビジネスこう競合とかもいろいろある中で、はいまあ、この会社だったらいけるんじゃないかとかそういったところのこうビジネスモデルとかっていうのはどの程度まで見られてるの、ね、この頃だと例えば健康系のものとか医療系のものって結構今流行りでフィンテック系がちょっと前が流行りだったんですけど今だんだん時代が健康みたいなのが移ってきてどこ行っても多分ですねほとんど具体的に言うとそんなに際立って差別化できているものってそんなに多くは実はないとは思うんですね。でその中でやっぱり差別化できるかどうかなっていうのはやっぱり先ほども申し上げましたけどそれぞれの経営者の方たちの粘着力っていうかねスティッキーですとそこがどこまであるのかなというのはありますね。でどういうコンペティターがいるんだろうなと想定できるコンペティターについては代替するっていうのはします。で極論を言うと、まあ、BC さんが入ってくるとか大手の方が入ってくるとかあると思うんですけども、そういう方々のお話もあの伺い参考にしながらどうだろうなというのは見ると思います。ありがとうございます。で次に成長するベンチャー企業の共通点はというので、まあ、もしあの森田さんがこう出資されている会社さんでもこういう会社は伸びやすいとかっていうのがあれば残念ながら、ね、私が投資している会社の中でまだ少なくとも上場した会社はないんで、なんですけど、ここ何年かのうちに多分1個か2個ぐらいは上場するかなというのは思ってますけど
もうじゃあ何がここから大事なのと違いますかって、まあ、自分が先ほどの当初の話とダブりますけれども、基本的にその社長さんなりそのやられてる方とか皆さんすごい熱意持ってやってるんですよ。皆さん熱意持ってやってるんですけども、それでやはりその方たちがどれぐらい熱い思いで、ね、皆さんを引っ張っていけるか、これは大企業でも多分ベンチャーでもみんな一緒なんじゃないかと思うんですけども、そこだとは思います。共通して要するにどこまでこすっごく放電していくかと自分の思っているので、言ってることは利率配管なんですが、放電しつつダメとなった時にはすぐにパッと君主表現することによって新しい方法があればそっちが上で、その柔軟性とあのスティッキーですとこのバランスが取れてるか会社っていうのはやっぱり比較的早めにメイクするかそうかなと。そういう情熱とかでいうと、まあ、その経営者のビジョンみたいなところとか、まあ、どれだけこう大きい世界観を持ってるのかとかっていうのはあるのかなと思うんですが、実際にこう投資判断するときにそういったあたりは見られますか？そうだ、ただね、あの作文とかあの、はい、ビデオで見てても本当のことは分からないんでなるべくあのクラウドキャプターさんで出てくる会社さんはあんまり情報がない場合もありますね。ある取れる場合もはい、その周辺の情報をなるべく取るようにしております。で、私の友人なんかのところもやっぱり知ってますので、その人間の考え方、それからお金に対する自分の考え方、仕事のやり方とかも知ってますので、その中から考え方をしてます。そういう意味で言うとクラウドキャピタルさんだけに限らないんですけども、そのいろいろな今事業者も出てきてますけども、その方たちの役割というのは、私が期待しているのはある意味では水先案内人というんですかね、水先案内人。特にあのクラウドキャピタルさんがそういう小さいところでやるところの小さい会社さんというのは、情報がとにかく得られない、出てこないので、それに対してやはりどこまで情報をあの共有していただけるかというのは非常に重要なことだと個人的には思います。今森田さんが投資されるときは、大体この企業の成長のステージでいうと一番最初のこうシードとかアーリーの段階が基本的には多い、ね、ほとんどがシードとアーリーですね。まあ4つの段階ですね。最後の段階で言うと第1ステップ、第2ステップ、第3ステップの後半ぐらいに最初から第3ステップに来ている会社さんが一社と一社で、まだですから極論とまだ私の賭けが当たるか当たらないか、あと参入しないと分かんないそこまで。じゃあそこのビジネスモデル的な実績みたいなところはあんまりこう、そうですね、ビジネスモデルはね、ただ一つだけビジネスモデルで、このごろ私がすごく気にしているのは、業種選びで、まあ冒頭の質問ですけど、業種選んだり何かするときにどうやって選ぶんですかっていうのは、ただあんまりあのベンチャーさんの方たちは気にしてもいけないのかもしれないし、あんまり気にされてないんですが、あの仕事柄、それからこれからのトレンドとかで、確かにあの業界一生懸命呼ぼうとしていて、なかなかわからないので、いつも知れないでしまうんですが、この会社のガバナンスというか、そういう規律というものに対する姿勢、どういうふうに思っているんでしょうか。で、お金がだんだん増えてくると、やっぱりどうしても人間ね、だんだん緩くなってくるんですけども、公私混同。あのゴンさんですが、私も日本に来られた時に一度だけお会いして、いや、立派な方だなと思ったんですけども、その頃はね、日本に来るときには別に日本に教育しに来るんだと言って、俺たちは一緒に、日産と一緒に死ぬつもりで来るんだという10年ぐらいの形で、それが3、4年経って大成功した途端に、どんどん蓄財に走っていたのかどうかはまだ挙証されてないんでわからないですけども、そういうふうに言われてると、だんだん変わってきてしまうんですけども、いつでもそのガバナンスを利かそうとしているわけは、時勢をどうやって利用しているのかなというのは、実は結構気になっています。その中で友人の会社なんかダメだなと、お前自精神がないからダメと、極論言うとお金100万円じゃあげるけど、そのお金何に使うの、本当に投資に使うかということですかね。だから本当は一番ありがたいのは、あのベンチャーに買ったのは、ベンチャーでやられる方については私は特にしてるのは、定期的にねご報告いただけるとすごくありがたいなと実は思っています。なかなかねそこまで手が回らなくて大変なんだっていうのもあるんですけども、それはよく理解するんですが、こちらは闇雲にあの10万でも20万でもいいんですけども、ただそこではある程度リスクは取ってるんですけど、さらさらになるとやっぱり自分の満足感のためにやってるんで、
この会社成長してるよなとか、あ、着実にあれちょっと困るよなと、でもこんなことやればいいのにな、アイデアがあればなんか共有したいなみたいな。ただどこのステージにいるか分かんないと、赤字がこんだけになりましたとかっていうのは結果論だけ言われてもしまうので、やっぱり方法論って言うんですかね、どういうルートを目指していて、どういうふうに見合ったんだけど、ここに行くところにちょっとここに乖離が生じました、したがって次はこういうところにやってみたいと思いますみたいな報告をいただけると、定期的に報告をいただけるとね、それで失敗したなら私がいけないのかなというふうに思います。あのエンジェル投資だとやっぱりこうどうしても会社のリスクが高いとかっていうところがあるかと思うんですけど、その投資をしていくスタンスとしてはここだと思った時に大きくやっていくのか、どっちかというとこう薄く分散的にやっていくのかっていうのは、どういう、あのリスク分散ということではないんですけども、今は特にクラークキャピタルさんを投資するの場合は、あの機会があればなるべく多くのリスク分散というよりはなるべく多くのまあ、当然ファンドは限られてるんですけども、なるべく幅を広げたいなと思っています。というのは一つは、まあ、自分の比較的なじみのところについてはそんなにある程度判断できるんですけど、まあ、やはりなるべく私がやろうとしているのは自分があんまりそんなに強くないところ、でこれからやっぱりその企業が、新しく出てくる企業がガバナンスは先ほど申しましたように、もう一つあるのは社会に対してどれぐらいのインパクトがあり公共性があるんだろうか、でそれが必ずしも私の得意の分野とは被ってないと思うんですね。金融は確かにファンダメンタルですけど、そんなに社会にすげえ公共性があるのかって言われると、あの社会 の, あの中でのある意味で血なんでしょうけども、だとするとここで新しい価値をゼロから作っていくものってのは何なんだろうかなという、そのでそれがよく分かってればいいんですけど分からないので、なるべく投資の幅は限らずに広げようか、スパンを広げると、まあ、自分なりのダイバーシティを考えしています、ね。じゃあちょっとうちの方でも何かこうエンジェル投資家さんの動きとしてこういうような会社に出てるんじゃないかとか、こういうところがよく見られているので、もしあれば教えてほしい。そうですね。まあ我々の会社というよりは私自身がアメリカにいるときにベンチャーキャピタルに携わったっていうところと、あと我々自身がそのベンチャーキャピタルから出資を受ける際にどういうところを見られていたのかっていうところを共有させていただきたいと思います。でまず一番初めに森田さんのおっしゃる通りですね、経営者を一番初めに投資をされる際は見られているのかなと。で特に経営者の何を見ているのかといいますと、経営者が、ビジネス特にシード期ですね、ビジネスを始めるときに経営者が課題をしっかりと認識していて、その課題を解決するために本気になっているのかというところはシード期では特に見られるポイントになります。まだこう01の世界でですね、結果もない実績もないっていう中で資金調達を始めなければならないステージで、ここがまさにこうエンジェル投資家様がシードから入ってくるポイント、入り口のところかなと考えているのですが、まあ、そうしたところで経営者がですね、本気で自分ごとで課題解決をしていこうっていう姿勢があるかどうかっていうところは非常に重要なポイントかなと考えております。その経営者がチームを作れる人間なのかっていうところは、見るというのが、シード期ではあります。でそうしたところで、だんだんこうチームができていって、で課題が明確になって、こうソリューションを示せるっていうところまでが大体こうシードからアーリーのところでして、でアーリー以降はどちらかというとこう財務諸表といいますか、将来の事業計画書とか、それまでのトラクションがどうであったのかとか数値的な分析が入ってきて、ようやくこう少しこう科学的なアプローチができるのかなというところです。なのでまず一番初めに見なければならないのは経営者がいかなるものかっていうところは注視して見る必要があるかと考えております。で同じくこう成長するベンチャーの共通点って、これなかなか難しいと考えておりまして、まあ、例えばこう田所さん、企業の科学とかってお読みになった方とかいらっしゃいますかね、とかも発言しているんですが、失敗しないのは科学的なアプローチができるけれども、
成功するのはアートだと明言もしておりますので、ここはこう何がこう一概あの成功するパターンかっていうのはなかなかこう掴みづらい領域ではあるのかなという認識はを、私は持っております。ただですね、その課題を解決した先に大きいマーケットがあるのかないのかっていうところはやはりこう今後の未来を予測する上では非常に重要な、一つポイントかなと、考えております。はい、ありがとうございます。では森田さん、最後にエンジェル投資家としての心得とか心がけとか、こういうふうにやってますみたいな。はい、まあ、心得なんてそんな大事なことないんですけどね。ないんですけども、今柴田さんおっしゃったようにやっぱり ある意味では、その強いて言うと、先ほどちょっと言いましたけども、公共性だとかね、それがどこに、まあ、公共性っていろんな意味があるとは思うんですが、社会的なインパクト、まあ、金銭的なものでももちろんあるんでしょうし、それから一番本当はこれもね、書生っぽくてあんまりそんなお話しないんですが、日本の社会を変えていくようなものの流れにどうやってつながる可能性があるのかなというものですかね。必ずつながる必要は全然わかんないんですが、ひょっとするとこれが大きくなると、こういうふうに世の中が変わっていくんじゃないかと、でこの人だったらばそれを託せるんじゃないかみたいなところは、で私がもし一緒にやってくださいったら一緒にやりたいなというような会社かどうかっていうところが多分一番の一つのポイントになってで、まあ、心得というよりも、ある意味じゃあかっこいい言い方をすると意気込みなんですけどね。じゃあ一緒になって自分がここでシードを少しやることによって、この会社が大きくなって、日本社会があと5年先10年先にはこんなになるんじゃないかというような夢が自分で一緒に共有できるかどうか、で自分が最終的に本当にワクワクするんだろうか、仮にちょっとずつ大きくなってきた時に毎日まして毎日上場するようなことがあったね、まあ、毎日の JFN とか上場した時に毎日この人何やってんだろうなって言われるぐらいに、ウォッチするぐらいになれる業種なんだろうか、やろうとしてることなんだろうか、あるいはそういうことを託せる、自分が一緒に夢を発信ることができるような人なんだろうか、自分は全然経営に関わらないわけですけども、間接的にそういう夢を描けるのかなということがいつもいつも思う。見るときのポイントっていうのは、その短期的にこう売り上げ伸びそうかっていうのを長期的に見て、もうはっきり言って短期のことはすっかり忘れてます。選ぶ瞬間に、この人こんな数字計画出してるけども、まあ、当然出てくるんですけども、数字は出てきますけど、そのうちは見ますよ、見ますけど、これきっとうまくいかないよなって、時々メモを作って、自分の私印刷していつもメモを作って降りたるんですけども、結果的にそうなってる会社は結構ありますね、私でやってる。ダメなんだろうなと思ったら、結果的にやっぱダメなんですね。で、それはまあ、いろんなあれはあるんですけど、思い通りいかなかったり、環境が変わったりとか、たまたま環境が変わるだろうなっていうことに対して、私のはたまたまちょっと早く情報を持っていたとか、そういうこともあるんですけれども、ですからほとんどが数字の最初のうちは、先ほど柴田さんもちょっとあんま置いた数字っておかしいんですけども、最初から損するような作るような、ね、数字を作る人もいないんで、ただやっぱりその何年か落ちていただきたい後に、あるいは最初の数字と実際の数字とギャップが出てきた時に、それをちゃんと分析されるようになるようにしてね、次に反復しないようにしてきたというのは思いますけど、数字自体には、そうしたあとやはり、だから自分もそう思ってますから当然なんですけど、投資先の方に対して期待しているのは1年とかの半期を生んだんじゃなくて3年5年ぐらいですね、このサイクルの夢を少し追って、本当は10年で追っていただきたいんですけども、なかなか今10年で引き続けると大変なんで、やっぱり2年3年5年ぐらい中期的なターゲットを少しずつ見ながら、そこの目標に向かって、でしかもスタートした時の環境と1年後の環境は絶対違ったはずなんで、それに対してやっぱり環境の中でどこに準備していくかということを。ではじゃあ一旦私の方からちょっとずっとご質問させていただいてたので、もしちょっと会場の方から質問等とかあれば、はい、お受けしたいなと思うんですがいかがでしょうか。
大丈夫ですか、ね、じゃあ僕からまだもうちょっといいですか。あ、マイク大丈夫です。森田さんは投資でこう今はエンジェルスタートアップ投資みたいなのをやられているかと思うんですが、他になんかこういう投資もやってるっていうのがもしあれば。そうですね、まああのまあ、エンジェル単純に言うと株の投資なんですけども、あとはですね、まあ、株ではなくて、まあ、農業法人みたいなところに少し何なんでしょうね、出資みたいな話なんですよね。でそれはほぼ、まあ、野菜がもらえるんですけども、毎年野菜がもらえるんですね。でいつになって元本とか本当にあるのかっていうのはありますけども、まあ、やっといて、でそういうのをやって、で今そこの方たちとお話ししてるのは山梨の山の中なんですけども、学校なんかがどんどん廃校になってきちゃってるんで、そこを彼は、例えば IT 企業の方たちにお貸しして双方のオフィスにしたりとか合宿所にして、で IT 企業の方たちが、彼が考えているのは IT 企業の方たちが例えば合宿に使ったり会議に使ったり、今だとやはり必ずしもオフィスに来なきゃいけないとか、特に IT の企業の方たちがそうなので、そういうところにやっていただいたりとかに使いたいという夢を見たりとか、それについて一緒にやりましょうねみたいなことも言っています。一番多分何をやってますかっていうと、一番長くやってるのは、長くやってるところじゃないですか、不動産の投資といいますか、たまたま義理の父が不動産を持ってたので、で持ってたらいいんですけど、全然管理しないんで、私が全部結局管理しなきゃいけなくてですね、そこではっきり言う投資のノウハウは随分勉強しました。どうしたらいいのかけど、レバレッジ効かせるとかで世の中でいっぱい不動産投資を増やしましょうっていう方、いらっしゃいますけども、で成功した方も失敗した方も私見てきてるんで、自分でやるときには一応そのまま弾いて、リスクはどれぐらいだと弾いて、その中でやりました。それが一番多いですよね。で今はノースアイランドという会社で、まあ、先ほど見たファイナンシャルプランニングとかそういうことをやる会社なんですけども、もう一つの柱が実はアリの富裕層の方向けの、助けをしているんですね。でその富裕層の方もやっぱりいろんな富裕層ってもの、私なんかもう全然クラゴンならないぐらいのお金持ちの方なんで、勝手に好きに使えるお金が10億だ50億だとか、中には何百億だって方もいらっしゃるんですけども、その方たちはその方となりに、例えば事業継承の問題であるとか相続税の問題とかいろいろあるんですけども、分散しなきゃいけないとか、でその方たちのお手伝いを一緒にしながら、ほとんどテーラーメイドの相続書なので、そういうものをやりながら自分だったらこれやるかなとか考えながらやることによって、なんていうんですかね、臨場感が出てきて、お客様にも満足感が高まって楽しみにしています。ありがとうございます。それでは最後、もし会場からご質問が、はい、ございましたら、すみません、ちょっと投資家スタンスじゃなくていいですか。私企業家の方なんで、経営者側からの立場で質問なんですけども、まあ、過去も私の経験で、その投資家、個人の投資家の方がいらっしゃって一緒にやらせていただいた時があるんですけども、まあ、かなり経営に関与してで痛い思いをしたことがあるんですね。で実際のそのエンジェルで今はまた違う授業をしてで、その、まあ、そうは言ってもやっぱ外部調達って考えていかなきゃいけないところに、こうどう判断していけばいいかなっていうのをまあ考えていると思うんですけども、まあ、エンジェルの投資家の立場で行った時に、どこまでその経営に関与して、まあ、資金にも出してですから、ある程度やっぱり物は言ってないといけないということだと思うんですけども、そこら辺のバランスっていうのはどういうふうに考えていかなっていうのをちょっと聞きたいんですけど。非常にですね、難しいご質問なんですけども、どうですね、まあ、例えばクラウドキャピタルさんを通してやるような場合は、一定企業に限られているんです。で、当然全体の中の、大体今クラウドキャピタルさんのファンドあげられた方によると、大体3000万からマックス5000万ぐらいですかね、2000万ぐらいか5000万ぐらい。その中でお一人一人で、私がやってるのはどんなに多くても50万しかできないんで、ここになると経営管理があんまりできないんですね。どうしたら情報をたくさんいただいて満足度を高めて、もし何かあれば、私たちを通していっていただきたいと思います。
そうですね。おっしゃったように比較的こう私の友人にやるようになって、ね、基本的には先ほど言った農業法人の方がそこのことやってますけど、こっちは自分もどんどん突っ込んでいくんですけども、友人なんかにやるものについては友人なり知人なりに頼まれてやるものについては一応事業性でいますよと思っています。あんまり突っ込まないんです。質問はしますけどあんまり関与というのは、彼らはそれなりに信頼してるからこそまあ投資するんですけども、そこにあんまり私みたいなものを突っ込んだときに、もちろんプラスの面とマイナスの面があるんですけども、多分私が口突っ込むからマイナスなんだろうなって個人的に思って、向こうが求められればそういうことどうですかとか、これ誰か知り合いますとか、それについては知り合い紹介するのはいくらでもと思うので、たまたまネットワークがあるんですけど紹介したりして、それは必ずしも 100% 成功するのではないですけども、こういう流通の人知りませんかとか、こういう前これじゃいかんだろう、これじゃいかんだろうっていうことについて言う点があるとすると2つは、ね、1つはガバナンス上の問題を何かやることを私が気づいた場合ですね。ガバナンス上の問題っていろいろあると思うんですけど、お金を使い込むというのは使い込んではいないけど知らないですけど、講師がだんだん分かんなくなってしまっているので私が気づいた。あとはやはりまあ倫理観というかガバナンスというのは倫理観ですかね。経営者の方たち友人のその倫理観というのはちょっとクエスチョンマークかなと思った時には、まあ責めるというよりは、私はいいけど他にもたくさんステークホルダーがいらっしゃるので、で一度そのこいつはこういうやつだっていうのが次どんどん出資したらそのほとんど難しくなるので、やはりそこはきれいに切り分けなさいとは思います。あとは意思決定の点ではすごく難しいんですけども、いろんな人が、まあ、会社の仮に大きな会社だと言ってもですね、ここにもたくさんいらっしゃると思うんですけども、合議制だなんだって、まあ、言ってますけども、企業でどのプロジェクトを進めるときは実は中枢の何人かで決まってるんだと私は思っているんですね。どんなに大きな企業でも、ただ大きな企業ではちゃんとガバナンスがしっかりしてるんで、一応納得した後に下の方からこう積み上げていって皆さんで合意を取ってリミッションを回してなるんだと思うんですけども、私ももともとは日本の保険会社にいましたんで、この年から企画も内定企画とかそういう企画が長いんで、多分ほとんど日常の対話の中で方向性は決まっているんですけども、それで一応どこまでちゃんとステップを踏んでいくかと形式にちゃんと作るんですね。ですからそういう意味で言うと、普段からこうコミュニケーションを取ることやっぱりこれある程度納得していれば、基本的にはあんまりあした方がいいんじゃない、こうした方がいいんじゃないということは言いません。ただ一方で何か相談事があったらいつでも言ってってできるかどうかは分からないけど、自分の経験とそれからネットワークで助けながらのものがあれば、それはぜひ共有したい。自分も出社なんで当然なんですけど、出資するときっていろんな目的が、特にエンジェルっていうと比較的大きな金額が含まれるとなると思うんですけども、でそれで大きくなればそれこそ私のあるじゃなくて何もないっていうんですけど、私は一級旅行会社の一級さんですかね、一級の創業者のおじさんなんですけど、親しいんですけども最初大変だったと思いました。でその方の話だと、もともとあの方も実は保険会社に勤めたんですね。で、独立されて、ご自分の退職金になって、まあ、十何年ですから、退職金になるんですけど、あと考えているのはお友達と、先輩方が集めて、50万円ずつ使ったか、最終的には、いろいろ、入院したんで、インスッとしたんで、皆さんはとんでもないことだったんですけども、で、その間に、その方たちがおっしゃってたのは、選別金だと、まあ、激老金というんですかね、選別金のつもりで50万出すよ、100万出すよ、今、医療金だと。で、お前が大成功した時には、それを優先した時には、ぜひ返してくれる。その間、ほとんど仕事でのつながりもあんまり医療金が多いので、現代社なんてあんま関係ないんですけど、なかったけれども、おかげであんまりぐちゃぐちゃ言う人がいなかったんで、自分が自由にできたし、まあ、そういう。
外野の対応の時間を使っているのかということはあります。ただ困った時にはやっぱりメンバーみたいなのがいらっしゃるので、まあ、先輩がいらっしゃるので、その方たちの方に症状を持っていって、まあ、症状をどうするのかというのがいいんですかね、その方たちの工事を始まっているのを聞いてくれて、いくつかヒントを受けて、現場にはいないので当然具体的な解決策とか聞いた言葉のヒントになったら自分の解決策を予測して新しい方法になってほしい。すごく難しい問題だと思います。特に大きな額になればなるほど首突っ込み、当たり前ですよね、自分のお金がなくなっちゃう。せめて何本全部残せたら言わなきゃ半分半返しで2回返してくれとかね、泣きたくなる時もきっとあるんだろうなとは思います。そこで私の場合結構いっぱい金融商品でも何でもそうなんですけど、出てくると自分でとりあえずやってみることにするんで、やって痛い目に見るとこの辺ちょっと変えた方がいいなとか、分かりにくいからこうした方がいいなという落とし穴があったんだなというのがだんだん溜まってくるので、そうすると次また自分のことが広がってくるので、同じ失敗だけはしないようにしてますし、自分はこういう失敗したんだよってことはなるべく周りの方に共有を、でもはっきり言ってその瞬間は、僕のなくなっちゃった瞬間は痛いんです。であの時言えばよかったなって後悔することも頑張って、はい、ありがとうございます。固有名詞はお出しするだけではいかないんですけど、してます。質問者もすごく考えがあって、多分そういうIT 技術も知識もあってやってるわけじゃなくて、ある意味ではミーハーで AI っていい言葉だなと思って勝手にやってる幅を広げるその人ですね。ただ AI ってもすごく幅が広いんで、何の AI の部分か分析する部分なのか、なんか作り出す部分、いろんなステップがあると思うんですけども、それによっては違いますけども、どうしても私は AI のやり方を理解してるんですけども、どうしてもその自分の業務に近いものですか、例えばですか、例えばある業務さんは AI を使って苦情だとかを分析する、では苦情じゃなくて答えをジェネレートすることが AI ですけど、まあ、いろんな AI の使い方があるんですよね。自動運転の AI の使い方があるんですし、その中で AI という技術を使っているんだとなるとですけども、あるんですが、じゃあどういうことですかというか、どうしてもついていくと、まあ、これからやっていかなきゃいけないんですが、自分が分かる分野に近いところの AI、使うところで使っている AI、ソリューションとしての AI ですね。でもソリューションとしてはこういう社会的な問題なり社会的な課題が、あるいは企業の課題が、これが多分あるとすごく事業が伸びるんだろうなということによって、それに使うための AI としての AI の機能というのは使われています。使われる方がいないと困っちゃうんです。よろしいですか、それで。なんか実際に投資した中でうまく今いっているとか進展しているっていう会社もあります。基本的にはみんなうまくいってるんだと私は信じて、心から信じているんですが、で、まあ、うまくいくと思ってます。仮に今多少辛いところもあると思うんですよ。ブレイクスルーまでのところも、ね、あると思うんですが、そこどこまで我慢できるのか、それが1年なのか2年なのか3年なのかとなるとは思います。それぞれで、こればっかりは先ほど申し上げたように需要の方があるので、 AI というテクノロジーの一つのソリューションの一つなので、それだけで全て解決できればいいんですけど、 AI を使って何をしたいのかっていうのが明確になってもらえるのかというのが多分大事なんだろうなとは思います。 AI 人工知能がどんどん働きゃいけないので、人工知能がどんどん進むことによって自動運転ができるようになるのかもしれないですし、先ほど申し上げたように保険会社の中だとクレーム処理とかお客様からの税務処理とか苦情処理を AI で分析することによって、あんまりいいことかどうかは分かりませんが、お客さんも一人一人プロファイリングしにかかっているので、銀行さんもそうだと思いますけど、そこで使うのは圧倒的な AI の分野、AI が生きてくるわけです。ですからそういう使い方もありますが、ただその大体見てると技術者の方がそういう使い方ができるんだというのは分からない方が結構いらっしゃるかなというのは個人的な感想ではあります。だから秘めたというか、あんまり
技術者の方が実はこういう使い方でこういうソリューションがあると気づいてない部分があれば、それはうまくコラボしたり、イメージできれば、ね、大きくブレイクする可能性があります。はい、それではちょっとお時間が来てしまいましたので、この後に、弊社 CEO 柴原より、弊社のこう仕組みについて少し、あとは今後どういうことをしていくとかいうお話ができればと思いますが、注意事項で。その第2部の後にまた質問コーナーになりますけれども、はい、まあ、投資関与を目的としていないことと、はい、あと個別銘柄の質問は。このまま入っちゃってください。はい、はい、少々お待ちください、はい、すいません。では本日は森田さんありがとうございました。ありがとうございました、改めまして日本クラウドキャピタル代表の柴原でございます。本日はご来場していただき誠にありがとうございます。本日はですね、ちょっと会社の説明というよりは、まあ、エンジェル投資の必要性と今後 の非上場株式市場についてというところを、お話しさせていただければと思います。当社が、このビジネスを始めたきっかけとしましては、ベンチャー出資額の総和を高めていきたいと。で今日本のですねベンチャー出資額が2018年でようやく4000億円になると。ただまあ、リーマンショック後は一気にですねベンチャー出資額がへこんでいきまして、まあ、2016年でも2000億円程度で、まあ後でまた説明したいと思うのですが、まあ、アメリカですと今は10兆円程度がベンチャー出資額になっていると。でこうした状況の中ですね、本当にこう日本がですねグローバルで戦っていくときにこうベンチャー出資額っていう総和が少ないと戦えるのかなっていうところを、我々は課題にしてですね、そのベンチャー出資額別に我々のプラットフォームを通してでも通していかなくても、とにもかくにもベンチャー出資額を高めていきたいという思いでビジネスの方を開始いたしました。でちょっと簡単に私の自己紹介させていただければと思うのですが、私ですね、まず高校卒業後すぐにですねアメリカの方に、行きまして、でそこで、非上場株の、価値創出というところを研究テーマに、まあ、アメリカの方で研究を進めてまいりました。で、まあ、アメリカの場合ですと、まあ、そうしたところで研究員として、いるとですね、こう好きな企業にって言ったらあれなんですけれども、まあ、研究員としていろんな会社に所属することができまして、でまあ、そこでベンチャーキャピタルに所属してみたりとか、まあ、ある時は経営コンサルタントとして、ある会社に所属したりとかですね、まあ、そうしたところで、まあ、研究室にとって何がメリットになるかって言いますと、非上場株のですね、非上場企業のですねデータを取得できるっていうところで、まあ、そうした立場をうまく使ってですねいろいろ参加させてもらいました。で、まあ、ただ研究生でいるうちはですね簡単に言うとただ働きでした。なんていうんですかね、研究室にこう、まあ、企業からですね研究費を渡す代わりに研究員はただ働きしてきなさいねっていうところでただ働きをしつつ、まあ、研究員にとって何がいいのかって言いますと、その研究データの取得と、あとは、まあ、そこにでのこうフィールドワークって単位とかもそのまま受け取れるので、まあ、そうしたところで、研究の方を進めてまいりました。でアメリカの方で例えばベンチャーキャピタルに所属していた時にですね、こう事業計画書1本で何億も調達するような会社様を目の当たりにしてですね、これすごいなと、日本のこう日本と比べて全然違うのかなっていうところがだんだんこう課題意識で生まれてですね、じゃあ実際こう日本の状況、日本の環境っていうのがどういうものなのかっていうところで初めてですねこう課題感が生まれて、で日本に戻ってきて、まあ、日本の状況っていうところを同じくですね研究テーマで、持っていたのですが、まあ、端的に言いますとこう日本ってまだこうアメリカと比べてですねこう非上場株式市場の、データとかですね研究材料としては乏しいような状況で、かつですねこう資金調達額っていうところに非常に少ない
じゃあこれ誰か解決しないとまずいねっていうところで、我々こうゴーラとですね一緒にこう会社の方を作っていったという経緯があります。で、そうですね、非上場株式市場の、簡単な歴史になるのですが、まあ、我々今保有しているのがですね、保有している登録業がですね、第1種小学年子募集取扱業務というですね、金商法改正が行われて、株式投資型クラウドファンディングをやってもいいですよという専用の業が、この第1種小学年子募集取扱業務になるのですが、それをですね、日本で一番初めに、登録を受けてですね、株式投資型クラウドファンディングを始めた業者でございます。でちょっと簡単にその背景の方になるのですが、まあ、2013年にですね、アベノミクスの成長戦略で、日本のリスクマネーを中小ベンチャー企業に流入させるというようなですね、日本最高戦略で、その案が施行されてですね、でそれに伴って2015年の5月末日に金商法1種の改正が行われまして、その中で株式投資型クラウドファンディングの、法制度の、整理が行われました。でその後ですね、2016年11月に、我々がですね、1号業者としてですね、その第1種小学年子募集取扱業務という登録を受けてですね、2017年4月に第1号案件の掲載を開始しました。でおかげさまで順調にトラクションの方を作っていくことができまして、2018年6月に、累計の製薬額10億円突破というところまで、今、至っております。で、まずですね、そうした背景にあるのがどういったところであったのかといいますと、こう、金融機関を務めの方とか社会説法になってしまって申し訳ないのですが、こちらがですね、経産省が出している日本のリスクマネーの循環サイクルの図になります。でちょっと簡単にご説明させていただきますが、家計ですね、いわゆるこう個人の投資家様含むというところで、非上場企業目線でどのように、リスクマネーが流れているのかといいますと、家計から、証券会社を通して上場企業にお金が流れる。で上場企業から、ベンチャーキャピタルもしくはプライベートエクイティファンドを通して非上場企業にお金が流れる。もしくは上場企業から最近流行るこう CVC を通して非上場企業に流れる、もしくは家計から銀行で銀行系キャピタルから非上場企業に流れるとですね、この図何を表しているのかといいますと、単純に非上場企業の資金調達手段が少ないということを表しております。じゃあこの結果、どういったことが起きているのかといいますと、こちらの図がですね、2014年から16年のベンチャー出資額の平均になります。で、中国の方は10兆円規模のベンチャー出資額がある。でアメリカの方が10兆円規模のベンチャー出資額がある。ただ日本はですね、この2014年から16年の平均が2000億円規模で、またですね、日本の VC の投資額は対 GDP 比で見ますと、0.04%、 アメリカは 0.28% ですね、とね、28% と、アメリカの7分の1程度しかないというのが日本の状況です。でまたですね、こちらの数字何を表しているのかといいますと、対 GDP 比の、ベンチャー出資に対するリターンを表しております。アメリカの方は、GDP 比 0.2% の投資に対して、なんとインパクトは GDP 21% のリターンを得ているというのが状況です。想像たやすいとは思うのですが、こういわゆる最近 GAFA なんて言われているこう Google とか Facebook とか Amazon とかですね、そうしたこうメガベンチャーと言われているところが躍進することによって、こうした、経済に大きなインパクトを与えているというのがアメリカの状況です。でじゃあ日本の状況ってどのようになっているのかといいますと、近年はですね、ファウンドレイズと言われるですね、こうファウンドの総額ですね、100億200億と言われているようなファウンドがどんどん作られていっているのですが、投資先としてはミドルレイターと言われているステージに集中することが多いと。でまたですね、10億円以上の調達する会社っていうのは増えてきているのですが、
まあ、課題となっているですね、このシードからアーリーですね、特にこう死の谷と呼ばれていて、一番資金が必要なところにお金が集まりにくい状況になっております。でじゃあここを誰が供給していくのかという話になるのですが、ここの、まあ、リスクが高いところをみんなでリスク分散して、まあ、リスクまでを流していく方法としては、やはりこう個人の投資家様、こういわゆるエンジェル投資家様がいないと、こう次につながるですね、ミドル、レイターというところまで会社、ベンチャー企業はいけないという状況がございます。で、まあ、じゃあ問題の解決方法をどのように行っていったのかといいますと、家計からですね、直接非上場企業に出資ができるようなスキームを作ろうというところで、その手段の一つとして、まあ、我々は株式投資型クラウドファンディングという手段を選択しました。で、まあ、ちょっとあの会社の紹介になってしまって申し訳ないのですが、簡単なトラクションですと、2018年10月時点で累計の成約件数が43件で、累計の成約額が約15億円で、募集終了までの最短時間が3分6秒という、トラクションを、作っております。で、まあ、今後ですね、さらなる挑戦としまして、まあ、我々ですね、やはりこうプライマリーマーケットというですね、あの非上場株の直出資ができるような状況というのは作っていったのですが、今後、我々どういったところに挑戦していきたいのかといいますと、まずはあのエクジットですね、IPO を迎えたりとか、 あとは、M&A の領域、あとはあの非上場株の売買市場って、あの株主コミュニティ制度っていうのがあるんですけれども、まあ、そうしたところにエクジットしてもらえるような会社をどんどん、あの支援していきたいと。で、あの、まあ、支援するためにはやはりこう成長支援っていう、会社の成長を支援することが重要になりますので、まずそこのサービスをローンチしていこうというところと、あとはもう単純にあの出口を用意しようというところで、我々株主コミュニティの、運用というところも視野に入れてですね、今後活動をしていこうと考えております。で、まあ、ただですね、単純にこう株主コミュニティって運営するだけですと、投資家様にとっては当然あのこう株が上がっていないとキャピタルゲインを得ることができないので、まあ、だからこそ成長支援というところに力を入れていく、いってですね、でその結果、まあ、少しでもこう企業価値が高まるようなところに我々が貢献できますと、この出口を作った時にあの投資家様にも、還元ができるんじゃないかというところで、あのこうしたですね、非上場株式市場一体と捉えて我々今後挑戦をしていこうと考えております。で、じゃ あの非上場株 あの流動化というところの前に、あのアメリカの、この非上場株式の状況と、まあ、今の上場企業っていうのがどのようになっているのかといいますと、まあ、こちらのデータが示す通りですね、まあ、近年アメリカではこう上場企業 あの件数っていうのが、半減してきております。でまたですね、こう IPO 件数が、減少しているという中で、アメリカの方では今こう非上場株式市場の銘柄数というのが、急速に増えてきております。まあ、どういったことかといいますと、まあ、日本では、昔グリーンシート市場、まあ、というものがありまして、まあ、それに代わる、ものとして株主コミュニティ制度というものが施行されたのですが、まあ、アメリカの方ですと下が、ピンクシート市場から上がニューヨーク証券取引所とですね、こうしっかりとしたピラミッド構造になっていると、いわゆるこうしっかりこうステップアップしていくような市場を構築することによって、ニューヨーク証券取引所の平均株価がしっかりと右肩上がりが、作られるような構造と、あとは同時にですね、リスクマネーが最適に分配されていくという構造がこのピラミッド構造が示しているものになります。ただですね、日本の状況としましては、いわゆるこの逆ピラミッド構造になってしまっているというのが現状です。まあ、例えば東証一部の銘柄が一番多くてですね、株主コミュニティの銘柄が一番少ないというようなものが日本の、セカンダリーマーケットの、状況でございます。で、昨今ですね、そうした動きを直そうというところで、こちら日経新聞の記事にもなるのですが、しっかりとこうピラミッド構造を国内でも作っていきましょうという動きが、進んできて、ムーブメントで一つ起きてきております。ただそうした中でですね、まあ、上場企業の、いわゆるこうマザーズとかジャスダック、あとは2部1部というところでピラミッド構造を作れたとしてもですね、
こうなんていうんですか、市場としてはただただ縮小してしまう可能性があるので、そこで重要になるのがこの下のところですね、株主コミュニティ、いわゆるこう救済措置が必要になると考えておりますので、そこであの非上場株式のマーケットが広く拡大していくことが必要かなと我々は考えております。まあ、ちょっとあの以上が、あのすいません短くなってしまって申し訳ないのですが、非上場株式市場の実態でございます。で、あの非上場企業をですね応援してくださるってことは、こう日本経済にとってはとっても重要なことでございまして、今後あの日本をですね、日本経済を支えていく企業を、応援してくださる投資家の皆様がいてこそ、こう我々もですね、その投資家様と一緒にこの非上場株式市場を作っていきたいと考えておりますので、どうか引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本日はご清聴していただき誠にありがとうございました。